はい、えー。皆さん、こんにちは。拓也でございます。サブチャンネルのね、本音の館へようこそいらっしゃいました。えー、今回の動画なんですけれども、まあ、ちょっとね、えー、古い話なんですが、主犯指名選挙の時のね、石破さん。えー、これについてですね、まあ、ちょっといろいろとお話をしたいなっていうふうに思っております。でね、まああのー、主犯指名選挙終わって、第二次石破内閣が誕生したわけなんですけれども、まあ、いよいよね、まあいろいろ動き始めているようでございます。例えばね、あの、習近平国家主席に会ったりだとかね、えー、まあそういったことでね、まあ 外交も始め、まあ、国内のこともねいろいろこれからやっていくんじゃないかなというふうに思うんですけれどもまあ,あの私が思うにはですねまずはいろいろ頑張ってやっていただきたいなというふうに思ってるわけでございますで、まあこれからねどんなことがあるか、まあ、正直言ってわからないですけれども、まあ、石破さんも石破さんでさ、ね、あのわざわざさ日本を陥れようなんてねそんなことはするはずではないので。 まあだからね、まあ、あの皆さんも、ねまあ、しばらく見守っていただければというふうに思っております。何もしないうちからさ、ガンガン言ってもしょうがないしね。だからまあ何かあったと、ねまあ、こうビシッと言えばいいだけの話であって、まあ、だからこれから、ねまあ、頑張っていただきたいというふうに私は思っているわけでございます。でね、まあ、今日のねあの話の中心になってくるわけなんですけれども、あの石破さんですよ。はい、<laughs> もうさ、ちょっと今から笑っちゃうんだけどさ。 あの主犯指名選挙の時に爆睡していたっていうね、えー、その話でございますよ。うんでこれさ石破さんだけじゃなくってさ国民民主のさ玉木さんもさ爆睡してたでしょ、はい、<laughs> 私もさ主犯指名選挙見ててさでそれでねまあ、YouTube でさこう見てたわけなんですけど。 こうさカメラがいろいろ動くわけなんですよね。でその中でさこう玉木代表がさこうねじーってねこうやって見てるとねなんかねこうこっくりこっくりこっくりってしてるわけなんですよね。まあだからさ、まあ、こういったところでね、まあ、例えば石破さんもね、まあ、爆睡してたしでそれをね見ていた麻生さんはですねあみたいなねそんな感じだったんですけどまああのー、この辺りね、まあ、正直言ってね寝ちゃうのはねしょうがないですよはっきり言って。 うんだってさ、まあ、あの国会ね、まあ、見てれば分かりますけどもあのさ主犯指名選挙の時だってさはっきり言ってあれ超つまんないじゃん。はい <laughs> でさあの点呼でさ名前呼ぶでしょ。まるくんまるくん。〇〇くん 〇〇くん、〇〇くんとかでさ、もうあれ聞いてたらさ、もうはっきり言って眠くなるんですよ。だからさ、まあそういったところでね、まああの寝ちゃうのはね、まあこれはしょうがないと思うんですよね。 で寝ることに関して、まあ、ものすごくね、まあ、批判が出ているのはまだ私もよく分かっていてっていうのもさ、さ普段ねまん、あ、仕事してたらさ、ね、居眠りなんかしたらめちゃくちゃ怒られるわけですよまあ、だから、そういったところでね国会でねえお仕事中でしょなんで居眠りなんかするわけっていうふうにです、ねまあ、なるのはねまあ、よく分かるんですけどね、うん、でもさまあ、国会議員の仕事ってそれだけじゃないからねでしかもさあんだけの状況でしょ。 で石破さんも石破さんでさ普段めちゃくちゃ忙しいと思うしねだってまあ主犯指名選挙の時にさいろいろ手回しだとかさまあいろんなことでねまあものすごいね時間を使ってたと思うんですよね。まあそれこそさ1日さ23時間しか寝れない時ってのはまあすごく多かったと思うのでまあだからね寝ちゃうのはねまあ,あの状況だったら仕方ないと思うしまあそこはね別にこう。 過度にに批判すする必要はななないいいんんじゃかうう思でよで玉木代表に関してもさもちろんそうなんですけど、まあ、あの人はあの人でさ、まあね、スキャンダルがあったから、まあ、だからその対応で、ねまあ、寝られなかったっていうのはあると思うんですけどもでもまあまあまあしょうがないでしょうっていう感じなんですよね、まあ、私が思うにはねただねこれねあの寝てしまったことに関してはまあまあしょうがないよねで終わらせられるんですけども実はねこの裏に潜むその石破さんのですね そのリスク管理という部分においてこれはやっぱりまずいよねっていう風に思うところっていうのがあるんですよね。というのもねこれどういったことかと言いますとまあ、国会中継特にさまあ、世間がねものすごくねこう注目する主犯指名選挙だったんでまあ、だからねたくさんの人が見ていたわけでございます。でまたですねそのね、えー、テレビカメラが入って中継で流されてるわけなんで,でこれ石破さんさ はっきり言って今の状況自分で理解してると思うんですよね。でさもしねあの寝ちゃってさ、ね、まあ、寝ちゃうのはしょうがないけどもそう寝ちゃったのがさテレビで放送されたらまたものすごい批判が来るわけなんですよ。もうこんなのさもう考えなくてもさすぐわかるでしょって話なんですよね。でそういった部分でこのいわゆるさこう自分のねリスク管理という部分において これね、まあ、テレビカメラが入っていてで自分がね,、まあ、ね、今までの首相だったわけじゃないですかでそういったところで注目されるだろうなだから、ね、もし寝ちゃったら、ね、これがですね、テレビで放送されてでそれがね、世間に知らされてで、まあ、ものすごい批判が来るっていうのはね、まあ、よくよくわかる話だと思うんですよねだからさ、そういったところで、ね、自分がね、寝ちゃってそれでテレビに映されるっていうですね、それによって起こるね、その大変なこと。 を考えた場合これリスク管理自分自身のリスク管理が、ね、できないのにこれね日本のリスク管理 はい。え、これね、石破さん、できるんですかっていうふうに、やっぱり疑問を持たれてもですね、これやっぱしょうがないんですよね。だからね、寝ちゃうのはしょうがないけれども、それにね、伴って、ね、起こるリスク、これがですね、自分でね、理解できていない、それもね、想像できない、そういった方がですね、まあこうね、あの、日本全体のリスクをね、常にね、考えて動けるかっていうと、うーん、これ本当に石破さん大丈夫っていうふうには、やっぱり不安には思うんですよね。 でさ、まあ、これがね、結構ね、あのもう SNS を中心にね、まあすごい広がってるし、で、またね、まあ結構ね、いろんな批判がね、バンバン飛んでるんですけども、というのもさ、石場爆睡で調べたらですね、まあ、いっぱい出てくるわけですよ。はい。<laughs> あ,あまあまあ、だからさ、そういったところも考えるとね、まあちょっとこういった、まあリスク管理、事故のリスク管理ができない人が日本のリスク管理はできますかっていうところになると、やっぱりもうちょっとね、気を引き締めていただかないと、ね、疲れてるっていうのはですね、はっきり言って言い訳になりませんので、まあだからね、そういったところで、まあ石破さん、もうちょっとね、お願いいたしますっていうのは、まあちょっと声に大事にしてね、まあ言いたいなっていうふうに思うんですよね。でさ、ちょっとね、まあこっからね、またね、少し面白い話になるんですけど、 このさ、石破さんがさ、寝てたことに関して、林官房長官が解説したでしょで、まあこの時ね、まあね、体調が悪くて風邪薬を飲んでたから、だから寝ちゃったんだって話をしたんですよ。はい。<laughs> もうこれさ、聞いてね、一瞬でね、もう大爆笑が起こったんですけも私の中でね。っていうのもさ、これね、まあ、寝ちゃいけないっていうのは、 まあね、こう、意識してたとしたとしても、まあ寝ちゃうのはよくわかります。まあそのね、まあ退屈だからさ。でもさ、それをね、風邪薬のせいにしたんですよ。はい。<laughs> もうさ、言い訳するんだったら言い訳するでいいけどさ。 でもさそんなさ下手な言い訳やめろよっていうふうに思いますよねじゃあさねこれ風邪薬を飲んででまあねちょっと寝ちゃったんですって言うんだったらさじゃあなんでわざわざそんな眠くなるような風邪薬を飲んだんですかって話なんですよだってさ世の中さ風邪薬いっぱいあってさ眠くならない風邪薬っていうのももちろんあるんですよねだからさそれもさ、ね、あるっていうのがさすぐわかるわけでしょでさしかもさ大事な大事な主犯指名選挙なわけですよ風邪薬飲むんだったらさ普通 さ眠くならなならいい風邪薬えこれを、ね、飲むははずなんですよね、はい、<laughs> 僕だってさ風邪ひいててさ、ね、仕事行かなきゃいけないっていう時があった時にはですよもちろんね眠くならない、ね、風邪薬っていうのを飲んでね行ったわけなんですよ。 だからさ、そう考えるとさ、あの、風邪薬を飲んでえ、そのためにね、眠気が来て寝ちゃったんですっていうのはさ、これ、下手な言い訳でしかないんですよね。っていうかさ、言い訳にもなってないっていう感じなんですけども、だからさ、これね、まあ、言い訳するんだったらするでさ、もうちょっと別のさ、言い方があったんじゃないっていうふうに思うんですよね。もうだから、こういったところでさ、はっきり言いますよ、国民、バカにされてるでしょ。このね、石橋政権。だってさ、 もう普通にさ「あ風邪薬飲んでで眠くなっちゃって寝ちゃいました」ん「んじゃあなんで眠くならない風邪薬の飲まないの?」っつってさ普通思うじゃん <laughs> もうだからさこういうねちょっとしたところで批判が生まれるしでちょっとしたこういったね言葉の使い方で やっぱりさ、もう石破さん国民のこと何も考えてないでしょ、とかさ、あの国民のことバカにしてるでしょ、とかってさ、やっぱり思われちゃうんですよね。だからそう考えるとさ、まあ、ね、あのー、まあ総理大臣の椅子にしね、まあこう、しがみつきたかったのはわかるけれども、でも、さすがにさ、ね、ツッコミどころ満載なんですよね。いろんな部分でね。うん、だからさ、なんか、 国民あっての国会議員なのになんかそういったところで国民軽視をするっていうのはやっぱりちょっと良くないですよね。うんだったらさ素直にさ言ってもらった方が良かったよね。はい <laughs> もうさ日頃ね。まあ忙しくて1日ね。23時間しか寝れなくってで、あの市販指名選挙の時にですね。あの少しね。あの間が空いたので、えー、そこでね。まあ少しね、えー、休憩を取りました。とかさはい。<laughs> ごめんなさいってさ、言ってもらった方が良かったよ。うん、ちょっと気が抜けてしまいました。申し訳ありませんとかさ、言ってくれた方がさ、素直に謝ってくれた方がまだ良かったよね。あ、そっかそっかそっか。じゃあまあ、普段忙しいからね。まあ、それだってこうでしょうがないよねっていうさ、そういった声も生まれてた,たと思うんですよね。それがさ、風邪薬を飲んでいたと聞いておりますとかってさ、え、風邪薬のせいにすんなよとかってね、やっぱり思いましたからね。はい。<laughs> まあまあまあ、ね、あの、普段さ、 あの忙しいのはね、まあ、よくわかるんですけれども、うん、でもね、まあ、言い訳するんだったら、もうちょっとまともな言い訳してほし,欲しかったなっていうのはね、まあやっぱり私も思うところなわけでございます。まあやっぱりこう、ねリスク管理、ね今までとやっぱ違いますからね、総理大臣になるとね。うん、だからそういったところで、やっぱりね、まあ忙しいのはわかるけれども、でもね、いざね、あの重大な。 事態になったときにあんまり寝てないからねそういったところをね判断できませんでしたっていうのはこれ、まあ、はっきり言ってさ言い訳にならないからね、うん、だからそういったところで、まあ、石破さんにはもうちょっと気を引き締めていろいろな、ね、リスクを考えて、まあ、やっていただきたいなっていう,ふうに思いますよね。まあ、もちろんね、まあ、周りに、ね、たくさんの人がいてで、まあ、もちろん官僚とかもいるだろうしね他の大臣とかもいるので、まあ、そういったところで。 あの、まあ、リスク管理とのはね、そっちでやってくれるかもしれないけども、ただ、いざね、重要なね、判断をしなきゃいけないときに、石破さんがこれでいいのっていうふうになるとね、まあ、やっぱり違うと思うので、うん、だからね、まあ石破さんにお願いするのは、ね、あの、忙しいのはよくわかります。でもね、寝れるときはしっかり寝てください。はい。じゃないとさ、ね、 やっぱさ、今でさえねもう今でさえっていうかさ今ねまあこう石破さんに対するさこう支持率っていうのがね非常にねまあ、低い中ですようーんいろんな批判も起きやすい状況の中でねやっぱりさこう虎視眈々と狙われてるわけなんですよこう、石破さんね、何かねあの変なことや,や,あのやらかさないかなとかってさでさ、何かやらかしたらさすぐさもうこれぞとばかりにさぶわーって言うでしょ。 そういった中でさ、ね、やっぱりこう総理大臣としてやっていくのであれば、まあ、もうちょっとねえ、いろんなところに気を配っていただきたいなというふうには思いますよね。もうね、はい。<laughs> お願いしますよっていう感じですけどね、まあうん、これからの、ね、動き、まあ、私もですね、まあ、ゆっくりまあ、ね、見ていきたいなというふうにも思いますし、うんでまあ、日本のために、ねまあ、頑張っていただきたいなというのは、まはあ、やっぱり思っていますので。 まあだからね、えー、そういったリスク管理、事故のリスク管理からもう一度見直して、えー、ちょっとね、まあ頑張っていただきたいななんてね、えー、思うわけでございます。はい、えー、というわけで、まあちょっとね、今日は軽い話ではあるんですけども、えー、石破さんのですねあの爆睡、はい <laughs> 爆す、爆睡とかつってね、はい、まあそれに関するお話をちょっとさせていただきました。はい、えー、というわけで、皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた